綿飴は子供の歯に良くないと多くの親が心配しているが、綿飴はなんと歯科医が発明したものなのだ。綿飴の機械化製造技術は1897年アメリカの歯科医ウィリアム・モリスと飴職人ジョン・オートンによって発明された。熱して溶けたシロップを小さな穴から勢いよく出し、素早く糸状に固めるのだ。1904年セントルイス万国博覧会でデビューし、最初はフェアリーフロスと名付けられた。歯科医が発明した綿飴は歯科診療の顧客拡大のためではないのかと思えてならない。